バーベルはアメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名はバーベルにちなむ。なお、戦没から14年後にバーベル級潜水艦一番艦として2代目バーベルが収益している。コモンバーベルアラルバーベルバーベルは1943年3月11日にコネチカット州クロトンのエレクトリックボート社で寄港する。 1943年11月14日にハロルド・エアラン夫人によって浸水し、艦長ロバート・エイ・キーティング・ジュニア少佐の指揮下1944年4月3日に収益する。その後、バーベルは真珠湾に開港され6月21日に到着し、紹介の準備を行う。7月15日、バーベルは最初の紹介で日本近海及び、 南西諸島方面に向かった。8月5日昼過ぎ、バーベルは、北緯27度34分統計128度55分、北緯27.567度統計128.917度、27.567 12、27. 128.917の徳之島南方で、奄美大島から、苦戦特無定山積を伴って、那覇に向かっていた小型客船宮古丸を発見。 魚雷を発射し一本が、宮古丸の左舷に命中、宮古丸は、船体切断の上を鎮した。4日後の8月9日、早朝、バーベルは、北緯27度56分統計128度47分、北緯27.933度統計128.783度、27.933、十 27. 2 8 7 8 3の地点で、ミレイ8船団を発見し、 高古丸を撃沈。また、同じ8月9日に、沖縄東北方で八吉丸も撃沈した。さらに8月13日には、北緯28度31分統計129度18分、北緯28.517度統計129.300度、28.517129.300の奄美大島沖で、雑用線高安丸を撃沈するなど、 ながら猛威を振るった8月21日、バーベルは36日間の行動を終えて、マジュロに帰祷した。9月13日、バーベルは2回目の紹介で、日本近海に向かった。9月25日、バーベルは、北緯29度46分、統計129度40分、北緯29.767度、統計129.667度。 29.767、129.667 12のトカラ列島近海で、臨時中5 0二千段団の疎開船ブスマルを撃沈。その他に、千鳥型水雷艇と駆逐艦を撃沈し、中型貨物船と大型タンカーを撃破したと主張した。10月24日、バーベルは40日間の行動を終えて、サイパン島に帰島した。10月30日、バーベルは3回目の紹介で、 南シナ海に向かった。11月14日、バーベルは北緯15度10分、時計112度40分、北緯15.167度、統計112.667度、15.167、112.667のインドシナ半島バタンガン三東方海上で、マニラからニレハヤシ港に向かっていた眉0船団を発見。23時15分にまず三丸を撃沈した後、なおも、 戦断を追跡。日付が変わった11月15日1時過ぎ、北緯15度15分、時計112度10分、北緯15.250度、時計112.167度、15.250、112.167の地点での2回目の攻撃で、杉山丸の右舷側に魚雷を命中させて、これを撃沈した。バーベルはオーストラリアに向かった。12月7日、 バーベルは38日間の行動を終えてフリーマントルに帰島艦長がコンデールラゲットに変わった。1945年1月5日、バーベルは4回目の紹介で南シナ海に向かった。1月8日、オーストラリア北西部のエクスマス湾で燃料を補給した後、ロンボク海峡からジャワ海、カリマタ海峡を経由して南シナ海に入った。 1>, 1月27日、バーベルは、司令部から、パーチ、ガビラントウルフバックを構成し、バラバク海峡西方入り口と、パラワン水道港入り口を紹介するよう命令を受けた。2月3日、バーベルは、近在の両艦ツナー、ブラックフィンに対して、敵機の爆雷攻撃を3回受けており、翌日の夜に詳細を報告するとの通信を行った。その後、 バーベルからの恩賃はなかった。綱は消息を絶ったバーベルと会合するよう指令を受けたが、期限の2月7日にバーベルを姿を現さず、会合できなかった。バーベルは1945年2月16日に喪失したことが公式に報告された。日本側の記録である765空飛行機体、戦闘行動調書では2月4日朝7時過ぎに、 バラバク海峡商会のためにラブアントを発信した天山が8時45分と9時にパラアント南西沖で潜水艦への攻撃を行ったことを報告した。2個の爆弾を投下し一発が潜水艦の環境直下に命中し、潜水艦は爆炎に包まれ大型潜水艦一石撃沈を報じた。おそらくこれがバーベルの最後だと思われる。 その前にも1月31日に2回、2月1日と2月2日に各1回、2月3日に2回と計6回もの対戦攻撃が記録されており、これはバーベルからの敵機の爆雷攻撃を3回受けておりという通信のいずれかに相当するものと考えられている。バーベルは第二次世界大戦の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。また、 4回の紹介を行い合計7隻の日本の船を沈め、その総トン数は15,486トンに上った。ありがとうございます。